はい、初心者待機の風林火山プレイ、うん、風林火山、もうここら辺で卒業できそうだぞ、お前初心者待機を。いやまだまだ初心者だからね、うん、でもね、負けてでもいいから物資だ、おでんは物資だ。どこ行く？射撃場はやばいでしょ、街道だろ。街道も、街道の上にあるヘリポートがね、今あのウッズさんっていうキャラクター出すために大人気だから、高級住宅とか、まあ、建設現場とかがいいかな。噴水ってか、うんこみたいなところにね、赤門にね、あのウシャンカボーっていうロシアの帽子があって、それ取るとキャラアンロックで人いるから、あ、もうそれ、あ、それ結構いいところ降りたんじゃない。うわ、お前、いいところ降りてプール入んだよ。おい、いや、いいんだ、武器ストックじゃない。ちょ、進め、もうそれ、もう走れ、お前。あ、もうさ、プレッサーつけよう。あ、もういるこれ上にいるわ、左登れ階段。まもなく崩壊が起きるだろう。あの指定された生物の移動を推奨する。ここのあの左曲がると階段あって、でもいるから、もう 1000% いるから、それ勝てるかな。やめよう、あのさお前も行けなくなっちゃってるよ。 いるって言うからさ、俺のいるはね、そこまで信用ならない。 さそっちの方がいいんじゃない。あのショットガンそんな役に立たないよ。まず、まあ、あの MX9 の方が俺は好き。これあのドア開けると結構長い階段があるから、うん、敵、あ、まあ、構えとけ。え、これ後ろもいいんじゃん。左だな。いや、絶対左いるじゃん。あのなんか人形がすごい皮肉ってんの。皮肉ってんな、こいつね。え、上見てなかったら左のドアがこっちにいるんだって。うん、行った方がいいよ、お前それ上から見下ろされてるから。もう行くんだったらすぐ行った方がいい。いやいや、あ、そっちか、まあ、好きな方でいいよ。おー、怖っ。仕組みが分かってない、この家。まあそうだね、この家の仕組み分かってないと攻略はしづらいわ、ね、なんだこれ。あれバックパックじゃない、そこにあるの。バックパックはもろうぜ。それ何？サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。アタッチメントも適当に拾うから、なんかつけなくていいものに2倍スコープついてんね。ただ狙いにくくなっただけだ、うん、おめでとう狙い。あ、いるいる、ちょ待って、それね、冷静にやれ。あの下手に撃つな。どこ行ったんだよ。いや、その下降りてった。こっから多分戻ってくると。あ、それやばい。そのあの自分から狙いに行った方がいい。それは向こうのが有利に射角取れちゃってるから。いるかな。あ、後ろ。いや、むずいな。うん、そうなんだよ。だからこのゲームのね、音探知は難しい。これお前の足音じゃないよな、この外だよな、このジャリジャリって。いや、こんなとこでね、あの待ってるのはね、ダメなんだよ、このゲーム、うん、物資を取らなきゃいけないわけだから。で、敵はお前のこと今バレてないのよ。バレてないから、一方的にやれるわけ。近い、後ろ。え、ぽくない？外？走り回ってんな。それお前がとどめ刺さないから、こいつにやりたい方だよ、ね、っていうか、あいつも多分ここ俺ん家だって言うじゃん。いや出よう。建設現場付近結構あるよ、この距離。ここら辺さ。いや、待って、今回のゲームさ、うん、もうあの、ほぼ終着点決まっちゃってんじゃん、これ。だってもう海じゃん、あれ。もう行こう。半分以上海じゃん。こんなことある？ 1 回目で。1回目の縮小でこんな決まる。行くよ、じゃあもう。あ、まあいいや。建設現場は舐めていくよ。
え、でも行くぐらいだったら、あの走り回ってるやつ探して倒した方がいい。もう先に出たやつらがいるはずなの、もう諦めて。もういや多分ね、あいつに皆殺しにされてるから、 あいつが全部持ってると俺は思うけど。あ、マジで、うん、じゃあそいつ狩るか。いやもう遅いね。あとアーマーもないから、あのさっきぐらいバレてなかったら、うん、いいけど、もう今からやり合うのはかなり分が悪いというか、あのハウジングももう漁る時間ないな。いやもうあの最初の宿舎はめっちゃ早いから。ああいつ走ってこないか。分かっております、最初の宿舎めっちゃ早いよ。そうだよね、うん、だからもうちなみにもう車ないとほぼ死ぬよ。だからこれ車じゃねえのか、うん、ダメだこんな終わり方、ダメだ。多分どっかで拾うんじゃないかな。車、車ください。あった車ください。そんないいタイミングである。乗れ、乗ってすぐにアクセル吹かせる。お前すごいな、映画みたいになって。もういいよ、もう U ターンできるよ。抜くターンまで一っ走りだ。いけー。お、あそこにもトラッカーがいる。トラック野郎がいるわ。これ泳いでヌーク行った方がいいんじゃないかな。なんかその意外と海が安全かもしれないっていう。あぶねえ。あ、待って、あいつ殺そうで。あれ止まったやつ今いるいるいる。あの家漁ってるって。お前スルースルーなの。まあいいや、確かにセンサーだと貼られてるのは早く見た方がいい。あれ、あの家のやつ、もう一応ここ範囲内だよ。あ、やばいやばい、あの車。泳いでいくのはもう人類でお前が初めてかもしれない。めっちゃ泳ぐ。こんだけ離れたらさ、撃つやつもいないんじゃないのか。さらなる崩壊が予想される。意外と隣の方でも泳いでるやつ。おいみたいな。あ、でもお前結構いい選択したな。あの こっからさ、あの範囲に入れるのはでかいぞ。あと一応持っとくんだったらソードフィッシュの方持っといた方がいいわ。狙うことがあるかもしれない。お前横着するのちょっとここずらせばあのまっすぐ進めんじゃないかな。え、何、どういうこと。いや、あのじゃあその直線距離でさ、あの岸に行くんだったらもうちょっとその俺岸行くんだよ、こっから入りたい。あ、なるほどね。この木とか目指して。もうさすがに音やばいぞ。ちょっとあの潜っていった方がいいかも。少しでもそのリスクを少ない。通信か、サプライドロップが来るぞ。でもグッパーってなるでしょ。まあグッパーなんだけど、そしてね、ダメこれ、海結構怖いから。窒息のダメージ半端じゃないから。窒息のダメージ、うん、あ、窒息のそのだから呼吸困難だったら徐々に減ってくんだけど、もう吸えないってなってから死ぬまでの速度半端じゃなく速いから。あ、そうなんだ、うん、ずっとあ、これダメージ系なんだみたいな感じで調子乗ってると一瞬で死ぬ。あそこ何、ちょっとちっちゃい、あそこ気になるの。見てば、そこ多分じゃあ、ヌークね、このお前のさ目指した木の方向があってマジで誰もいないのよ。ただアイテムもないけど、とりあえずここを覗いてからそっちの方向行くわ。俺これね、もう一回勝つんだったらやっぱここで復帰作戦しかないと思うな。ちょっとね、物資がとりあえず足んないね。だから物資が必要。うん、それはわかる。はい、何もない。ないかい。中腰で人気のない方から泳いできてるやついない。いないでしょ、そんなアホいないでしょ。俺ぐらい、うん、じゃあちょっと丘の上からなんか人来てないかなぐらいで、中間すげえサバイバルしてんな、マジで。まるでそこに街があるなんて思えない光景が目の前に広がってる、うん、あ、でもボートあるってことはこっからさ来たやついるんだな。え、ボート乗れんの。乗れるよ。マジで、うん、いずれ出会うかもしれない。でも相手さ、後ろに敵いるなんて思わないからさ、お前そうやって静かに行けばさ、バレないでしょ。と思
かそこに潜ってそれ最悪だよ。あ、もう本当ここやべえじゃん、うん、果てですから。滑ってしまったらもうピチャーンっつって、おいるぞって、あダメでしょ。これさ登れないんじゃねえ、こっからだったら。このとこで初めて来たもん。最強ポジション、ここが最後の宿所だったので、あの最後ストンって落ちてきたやつをこうバーッて打つと終わるっていうこれだ、物資ないからダメでしょ。っていうかまずそんなことありえないからな。あーダメだね、これ戻るしかないかな。進んでるわ。あ、でも向こう側まで行くっていうのはありかもしんないけどね。あのぐるっと回ってもっと奥まで行ったらもう変わんないでしょ。で、しかもさっきの道結構安全じゃなかった。まあそうだね、丘でなんか割と見えるし。でもね、もうこれさ、エリアのさ、ちょっともう一回マップ開いて、どうなってる。もうコンテナがここに26人いるわけよ、うん、もう大体割合で考えたらこっちに16人いるわけよ。お、さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ、ね、こっち行くしかないんだからなんでそんなことなるんで、でっかくベチャってなりながらもこれしかない。いやでもだいぶ遠くまで来たな。まあそうだね、一応ソードフィッシュで戦うけど、敵倒したらもうお前の方にいっぱい湧いてくるから。あ、もう23になった、一気に減ったな。狙うならね、遠くじゃない、もう近場だと思う。別に遠くは撃たれてから引きゃいいからで、まあめっちゃ遠いけど、その撃たれたら向こうの岸まで泳げるわけだし、ここならそれいないよ、そんなところに。いや、ちょ、あそこの家範囲内かなとか思いながら。なんでそこそんな好きになってんだよ。いやだって俺を唯一受け入れた家だと。お前あそこにしか行ってないから、別にあそこが受け入れてくれたわけじゃないから。他の家も行ったら受け入れてくれる。研究中だからやっぱ他の人に取られちゃう。確かにね、お前はあのぐらいの家がちょうどいい。そうそう、お前これで十分だ。何もない、何もない、セーフゾーンに向かえ。窓すらねえからな。これ怖いな。いやだからもうみんなその今日、ああ走れ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 、あ、え、待て待て待て、どっからどっから、あー、わかんねえ。お前それはあのアラートあるんだからさ、どっかその隠れろよちょっとどこからかわかんねえ。でもその方向があるじゃん、アラートが鳴ったら。そう、それがね、あの判断するの時間がかかるの。いや、あそこの家じゃねえか。ほんとだ、俺ん家だようちだよ。しかもお前とほとんど同じ銃持ってんの。うちだよ、やっぱうちにいたんだって、うん、それちゃんとケアしとかないと。まあもう結果論としていたからもう何も反論できないそうだなって言うのようちだよ、あいつうち取りやがったわ。あいつあんなとこいてどうすんだよ。あんなもんだってあの発展してないじゃん、いるってバレたとさ普通のでっかいだったらこっち出口あったりとかさ。やっぱ思うのはやっぱ、うん、初心者もいるしベテランもいるんだよ、まあ、確かに吉野の理論が通じない初心者がいるのよ、まあね、やっぱそういう人たちが。じゃあね、次行こう。